はいどうも皆さんこんにちは。今回はですね、以前紹介した MacBook Air をですね、買って1ヶ月ちょい経ったので、使ってみてどうなのかというお話をですね、しようというふうに思います。はい、これですね。MacBook Air の13インチ。まあこの一月ちょっとね、普通に使ってましたし、何回か持ち歩いても見ました。どうしようかな。それでまずじゃあ良かった点を話しましょうか。まずね、普通に使ってて、これはまあ好みの問題かもしれないんですけどもね、キーボードが打ちやすいんですよ、Mac って。iMac とかに使う Apple 純正の USB キーボード。あれもそうなんですけども、Apple のキーボードってなんか打ちやすい気がするんですよ。MacBook はまだちゃんと触ったことないからわかんないですけども、MacBook Air、そして MacBook Pro の古いやつも触ったか。で、USB 接続のキーボード、触ってきましたけども、結構 Apple のキーボード打ちやすいんですよ。そしてね、一番俺がね、気に入ってるのはここなんですよ。このトラックパッド。これね、すごい便利。これがあるとね、マウスいらない。今までね、ウルトラブックを持ち歩いてたわけなんですけども、やっぱりね、マウスがないと不便だなーって思ってたんですよ。ところがね、この MacBook Air だとね、このトラックパッド、これだけで十分。ほんとそう思った。何がいいってね、まず、精度が素晴らしい。今まで使ってたやつはね、なんか精度がいまいちだなーって感じだったんですけども、Apple のはね、精度が段違いだね。あとはね、このトラックパッドのサイズ自体も大きいので、非常に使いやすいですね。そしてね、このジェスチャーって言うんだっけか?こう、普通に1本とか2本の指だけじゃなくて、3本指で横にやると、デスクトップ行ったり来たりできたりだとか、あとはね、4本指でつまむと、よいしょ、あれ出てこねえ。あ、出てきた。こんな感じでね、アプリケーション一覧が出てきたりだとか。あとはね、普通にね、ネットサーフィンしてても、2本指で、左端からこう右端にスッてやると、ページバックできたりとかね、非常に便利だね、これは。じゃあ次はね、中身のソフト的な良い面を言いましょうか。まずね、アプリのインストールとアンインストールが非常に楽。インストールはまあ、Windows みたいにね、こう、はい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 みたいな感じで、ポチポチポチって感じですけども、アンインストールがね、すごい楽。Windows だとコントロールパネルを開いて、プログラムと一覧でアンインストールとかでね、やるわけですけども、これだとね、普通にゴミ箱突っ込むとかで消えるんですよ。だから、スマートフォンとかのアプリを消す感覚とほんと同じですよね。その感じで、ホイッと消せるのが楽だね。そしてね、これは Windows 10でも実装されましたけども、このデスクトップ画面をね、いっぱい作れるやつ。これね、すごい便利よ。なんかの作業してる時とかにこれはね、大きな威力を発揮する。こっちの画面で資料を開いといて、こっちで物書くとかね。そういうのするときにすごい便利ですね、これは。まあ、あとはですね、別になんか、そんな、まあ、あとはですね、活用はまだそんなしてないですけども、ブートキャンプっていうのを使えば Windows も入れることができるので、この1台でね、OS 10と Windows を切り替えて使うこともできます。一応、Windows 10入れましたけども、うん、全然使ってないですね。さあ、そして次はですね、持ち歩いてて便利だなーって思ったことを言いましょう。まずはね、薄いから、カバンの中に入れててもかさばらないっていうのがありますね。まあでも、ケースによりますけどね、私は薄いケース使ってますからそんなにかさばらないけども、なんか、ゼロショックみたいなね、いいやつを使ったら、ちょっと厚さは出ますよね。でね、持ち歩いてて一番ね、いいなって思ったのが、こいつね、スリープの復帰が早いんですよ。Apple 製品って iPod でも何でもそうですけども、スリープからの復帰が早いですよね。カバンから出して、開いて、で、パスワード入れたらすぐ使えるようになりますから、ほんと数秒で使えるようになるんですけども、今まで使ってたやつだと、開いて、なんかちょっと待って、みたいなね、そういうのがあったんで。とか、立ち上がりが早いのはもちろんですけども、閉じてね、すぐに画面が消えるっていうのも、いいね。今までのやつだと、閉じたら、はい、じゃあスリープの作業に入ります、みたいな感じで、1分ぐらい、待つのかな。これは OS の問題じゃなくて端末の問題かもしれないんですけども、今まで使ってたやつだと、パターンで閉じちゃって、ああ、まだやることあったって開けても、スリープに入るための準備に入っちゃって、操作一切受け付けなくなっちゃったんですよ。で、ちょっと待って、スリープになったと思ったらもう一回電源を押して、スリープ解除みたいなね。閉じたらすぐにスリープ入って、開けたらすぐスリープ解除っていうのはね、これはすごいいいね。
それではこっからはね、まあまだそんながっつり使ってないからね、めちゃくちゃたくさんはないですけども、ちょっと不便な点をお話ししましょうか。持ち歩きがメインですからそんな使うことはないですけども、外部ディスプレイにつないでなんかやりたいなっていう時はね、このディスプレイポート、サンダーボルト2か、サンダーボルト2に変換をアダプター挿してあげないといけないっていうのはちょっとめんどくさいね。まあ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 、持ち歩きがメインの機械ですからしょうがないでしょう。あとはね、今まで使ってたオーディオインターフェースが対応してなかったので、対応したのを買わないといけないっていうのがありました。すごい個人的な問題なんですけども、だから物によってはこう今まで Windows で使ってたものがこっちでは使えないとかがありますから、そういうのはちょっと乗り換えようとしている人からしたら困った点かもしれないですね。私は別に乗り換えようとはしてないからいいんですけども、まあでも今んところそんなもんかな。正直ね、なんかネットサーフィンとかそういうことでしかまだ使ってないですから。あ、動画編集もちょっとしたか。そんなマニアックなね、使い方をしてないから、なんか問題が見えてきてないだけな、でもあるとは思うんですけども、現段階では、こんな感じです。でもね、10万円払った価値はあると思いますよ。うん、俺はこれ買って全然後悔してないです。むしろ Mac 便利だなって思ってます。せっかくね、Mac 買ったからガレージバンドでなんか、作曲したりして遊びたいなーなんて思ってますけども、なかなかね、時間もないし、やる気も出なくてやってないですけども。もっとね、これから、このマック活用していきたいですね。それでは、じゃあねー。